はい、じゃあ質問された生物の問い4の4。オオシモフリエダシャクというガの、先生が、先生がラージ A 遺伝子がね。で、スモール A が先生と。で、暗色か、黒い色にする遺伝子がラージ A ね。で、明色、明るい色がスモール A ね。はい、じゃあ行きましょう。じゃちょっと10秒ほどして解説します。読みましょうか。ある工業地帯において名色型スモール A スモール A の個体は 1% ね。でこれを0世代として名色型を全て取り除く、名色型ってことはスモール A スモール A ね、を全て取り除くことを繰り返したと。 N-1 世代目の名色型を取り除いた後に N 世代目に伝わる遺伝子スモール A の理論的な頻度、つまりラージ A スモール A が残ってるってことですね。スモール A スモール A は取り除いたけども、ラージ A スモール A は残ってると。その頻度を N を用いて表す。ただしこの集団では名色型を取り除かなければ、遺伝子頻度は変化しないものとすると。じゃあ行きましょう。じゃあね、はい、N-1 世代目の集団において遺伝子スモール A ね、スモール A の頻度を P の N-1 としましょうよ。この N-1 世代だから N-1 ね。P はプロバビリティ、確率ってことね。で、名色型の遺伝子型スモール A スモール A の頻度は当然、スモール A1 個分で P の N-1 だから、P の N-1 の2乗ですよね。これね。はい。でやると。で、名色型の個体にすべて今から取り除きます。まあ、で、ちょっと関係ないけど、要は、ラージ A、ラージ A が1、ラージ A、スモール A が2、スモール A、スモール A が1、だから1対2対1なんだけども、今回それじゃなくて、PN-1 を使ってね、PN-1 を使って。だからこれ関係ないんですよ。はい、じゃあいきます。全体の個体数は、取り除いたらですよ。名色型の個体をすべて取り除いたら、だから名色型っていうのはこれですよ。で、今 N-1 世代目で今から取り除く。そしたら N 世代目はこうなってないですか。全体ですよ。全体の個体数は N 世代目は 1-P の N-1 の2乗と。つまり1からこれを引いたと。いい。だから N-1 世代目に、スモール A、スモール A がこんだけあったんだから、じゃあ N 世代目はそれを取り除いてるから、1-P の N-1 の2乗。つまり1からこれ引いてると。それいいですよね。で、今、遺伝子型の比っていうのは、ラージ A、ラージ A、ラージ A、スモール 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 A。今、これはもうゼロになりましたよね。今、N 世代目ですよ。で、ラージ A、ラージ A は、1から P の N-1 を引いて2乗。つまり、P の N-1 っていうのは、N-1 世代目のスモール A だから、その1からスモール A を引いたやつの2乗と。で、これはいじられてないから、N-1 世代目もそうだったけども、N 世代目もこれね。これ触られてないんだから。で、今度これも触られてないですよね。だからこれは、ラージ A が 1-P の N-1、これと一緒ね。で、スモール A は P の N-1。ただし、さっきあったように、1対2対1なんだから、これ2が入ると、ここにね。2が入ると。はい。で、あとこれは0ね。じゃあ、今全体、だから今 N-1 じゃなくて N 世代ですよ。N 世代は今、ラージ A、ラージ A、ラージ A、スモール A。で、スモール A、スモール A は0ね。じゃあ、これとこれ足したら分母ですね。したがって N 世代目に伝わる遺伝子、スモール A の頻度はどうなってるか。頻度 P、PN ね。じゃあ、いきますよ。PN は、1-P の N-1 の2乗。つまり全体これですよ。今全体これだから。N 世代目はね。はい。で、分子に当たるのが、ここだけ言えばいいんか。ここだけ。ただし、これは、今やろうとしてるのは、遺伝子スモール A だけですよ。全体の中の遺伝子スモール A が何倍あるか。で、これはラージ A スモール A だから、これ半分すればいいですね。だから、これ2が邪魔と。2を取ったら、これをこのまま持ってきてください。1-P の N-1 かける PN-1 ね。そしたら、これ展開します。これ今、1-2 乗だから、1たす PN-1、1-PN-1 ね。で、これそのままと。ただ、これでこういきますよね。じゃあ、分母が1たす P の N-1。で、分子が P の N-1 ね。じゃあ、今 PN ですよ。したがって、
ここから大事ですよ。多分これ本人がこれここから分かんなかったかなと思うんだけども、今 P の N 低い位置だから、今これイコールこれでこれひっくり返すんですよ、上と下を。だってこれ PN ですよ。これ1たす P の N 低い位置分の P の N 低い位置、ひっくり返した方が分かりやすいですね。じゃあ上と下ひっくり返しました、上と下ひっくり返しました。でここは P の N 低い位置分の1たす1ですね。でこれが1になるから、じゃあ今ここまでいいかな。で、数列のもともと、あ、これ、数列 PN じゃねえ。数列 PN 分の1か。数列 PN って書いて、数列 PN 分の1は、これね、交差1ですね。1があるから、交差1の等差数列なんだけど、ちょっとこれ1個だけ間違ってます。P の、PN 分の1イコール、初項が今回 P1 じゃなくて P0 だから、P0 分の1足す、交差が1だから、だから、等差数列の公式通りね、初項プラス n マイナス 1d だから、d は1ですね、今回。1ね。で、n マイナス1にしたら、これね、p0 分の1足す n-1 になっちゃうんですよ。でもね、模範解答見たら、この-1いらないはずなんです。なんでいらないかっていうと、本当はこれ p1 なんですよ。だからね、どこに書いてあるんだけど、ちょっと待ってね。本来は、これが、P1、P2、P3 だったら、差が1、差が1で2。つまり、N-1 になってますよね。でも今回 P0 まで入ってるので、ということは N-1 じゃなくて N なんですよ。ここ N-1D じゃなくて N、これをね、N に変えちゃえばいい。これペケで、N に変えたらいい。そしたら、答えは P0 分の1足す N。だからこの低い位置はいらないと。もう一回言いますよ。初項プラス n-1d、d が1ですよね。でも、今回は n-1 じゃなくて、なんでかというと、p1 だったら n-1 でいいんですよ。でも p0 だから、n-1 個ならぬ n 個いりますよね、1が。ですね。もう一回言いますよ。p1、p2、p3 ってあったら、交差が2個あるから、足す2でいいんだけども、p0 まで入れたら3個ですよね。それと一緒。だから、n-1d じゃなくて nd になっちゃう。で、d は1だから、じゃあ今、pn 分の1は p0 分の1足す n になったと。じゃあ、ここから分かる数字入れますよ。0世代目の名色型、スモール a、スモール b の答えが 1% だったから、じゃあこれ p0、0って0世代ね。p0 の2乗って言ったら、この 0.01 の、あ、いいんか。スモール a、スモール b だからもうかけてるんか。はい、スモール a、スモール b かけてるから、これが100分の1ね。p0 の2乗が100分の1。で、ということは、p0 にしたら10分の1ですね。マイナスありえないから。p0 が10分の1。したがって、と。ここからも結論です。したがって、あれ、どこやったっけ。あれ、ちょっと待って。したがって、あれ、計算どこやったっけ。あ、これか。したがって、いきます。pn 分の1、今、ここね。これね。pn 分の1イコール p0 分の1、p0 って10分の1だったですね。10分の1ね。p0 分の1足す n と。じゃあこれ展開します。これ10ですね。10足す n。つまり pn 分の1っていうのは今10足す n になったと。じゃあ上と下ひっくり返しましょう。pn イコール n 足す10分の1。これは回答です。ここまでたどり着きましたかね。はい。じゃあ受験勉強頑張れ。以上。